さんから皆様へ私も何度も見ました。マオちゃんのスパーリクリング身を残回せる。可愛いいですね。うん。あの、先ほどちょっとね、イメージさんからコメントがあったみたいなんですが、あの、まおちゃん、新しいショーの準備もしてらっしゃるみたいですよ。カワリンさん、かぶくん事件の続報です。あ,あれなんと、マイちゃんが座ったお席に、まだマイちゃんのぬくもりが残ったお席に、あろうことか座った犯人がおります。詳しくは、 超本人から続報まで、犯人はきっと自ら自首されます。ほう。一体誰ですかそんな悪いことをしちゃった人は。ねえ。いけませんね。何食わぬ顔でいけませんね。うん。ブルーアイさんどうもですあ。この回のコメントの、この回っていうのはこれですね。 なるほど。四、えー、大陸に関しては、トップのポイントを保持している選手はほぼ出ませんね。羽生さんも1回だけだし、昌、え、磨、ー、君にも。はてなはてなと思ったんですが、えー、優勝した回数のみについてのお話でしょうか。うんえー、羽生選手は四大陸は4回、宇野選手は5回出場しています。 宇野選手は毎回世界選手権と掛け持ちでした。その四大陸選手権出場5回のうち、3回は全日本も優勝しての出場でした。宇野選手は四大陸は金銀銅の全てを獲得していますね。過去何回も世界選手権と掛け持ちに多数のアイスショーに出場。それなのに、宇野選手の怪我の少なさに改めてびっくりです。うん。宇野さんは前もね、話したことあるんですが、怪我のしにくい選手なんですよね。 あのー、ジャンプの飛び方だったりとか、スケーティングの仕方も決めて。うん。あこれは、そんな話もあ,あったんだね。四大陸に関しては、トップのポイントを保持している戦車ほぼ出ませんね。あなんかどっかあった気がするな。誰かそう言ってましたよね。うん。うん。ノルディンさん、どうもです。カムさん、こんばんは。今、新幹線の中です。えー、メダリストオンは S 級でチケット取って見に行ったんです。 で、帰りの新幹線に間に合わせるためにダッシュした。疲れた。うん。どなたか書いて,てみた、あ、書いてみた、書いてたみたいなんですけど、地上波の放送に、えちゃん、ないんですかえ、なんでひどいうん。そうだくえマエちゃん、四大陸の選手でしたね。うん。でも二人とも全日本めっちゃ勝かった。頑張った。二人の演技見ることができて幸せだった。長野まで行った甲斐がありました。この頑張りは、絶対無駄にならな,ないから。 ソータ君はこれでまた特別強化選手ですよね。うん。ソータ君は四大陸に出るの初めてだったと思うんで頑張ってほしい。いろんな大会を経験することはいいですよね。あさって、ソータ君のアンリムの交流会があるんですよ。きっと全日本の話が中心で聞けると思います。楽しみ。えー、全日本表彰台の、そ、え、う、ー、ん総民たちかな総民たちでお祝いです。 うん。家に帰ったら、どっと疲れが出るだろうな。年内、お掃除しなきゃいけないのに。ねちょっと、気をつけてくださいよ。うん。そうたくんのアンリムの交流会ってあるんですね。アンリムの交流会ってなんだね、あるらしいですよ、なんか。うん。で、先ほどおはりこさんがおっしゃってましたけど、いちゃんの、えー、地上波放送なかったんらしいですね。うん。あの、ちょっと僕、今回、あの、舞ちゃんの動画しかまだ見れてなくて、 他の方の、えー、メダリストバイスこれから見てくるんですけど、ね、地上派は前ちゃんなかったらしいですね。うん。藤原美子さん、株くん、えー、マイクボス様すごいですね。三原さんと、本当ですか、えー、大丈夫でしょうかいやー、ダメですよ、きっと。ちゃんとお家に帰れますでしょうかね。ねえ三原、三浦くん、やっぱりダイナミックにスポーツをしていていいですね。エキシビション、生き生きしてましたね。 世界選手権頑張ってくださいませカオ君、僕、まだ見てないですよ。あの、エキシビューションは。うん。エキシビションなんですよね。クボ様は、ちょっとわかんないですね。うん、横に座るって、相当、あの、宝、宝話ですよね。ショーマさん、どうもです。カオさん、お疲れ様です。えー、今日、全日本エキシビューションの録画をしな、 僕はしながら見てみました。えー、今日も、えー、シュマくんかっこよかった。シュマくん今日もカムトゥーゲザーでしたね。うん。えー、すごい演技、えー、見せていただきました。演技後のインタビューで司会の方が、えー、シュマくんのショートとフリープログラムの衣装のパンツ逆のお話をされていて、シュマくんびっくりした感じで知らなかったです。色が違ってたんですかね。で逆に聞いてました、えー。すごいですね。逆に聞いてました。えー、演技に支障、えー、を来さなくてよかったと。 うん。本当にそんな翔馬くんが大好きです。え、メダル裏表違って、衣装のパンツ逆でも全然翔馬くんならありありで OK。うんです。え、これからずっと応援してますので、今のままの翔馬くんでいてほしいです。翔馬くん本当に今年一年お疲れ様でした。ありがとうございます。え、体休めてくださいね。うん。いや、本当ね面白いですね。うのさん本当面白いですよ。うん。ね、あの、 緊張してたから気づかなかったっていうわけでもないですよね、きっとね。本当に気づかなかったんで。多分ね、うのくんにとってはあんま大事なことじゃないと思うんですよ、多分。ね。パン普通の人だったら、まあパンツの色が違かった、衣装が違うとテンパったりとか、あ、違うとかってなると思うんですが、うのくんにとっては、ああ、本当だ、的な感じなんじゃないですかね、多分ね。うん。 こんばんは。今が多いですが、コフトナーさんとステファンのダンス、よくようやく見れました。結構長く踊ってたんですね。えー、会場の大画面に映ってて本当に面白い。表彰式から戻った、えー、ソうタ君を叩いて、抱、えー、きかえるステファン。おまけにソうタ君の、えー、ガッツポーズのモノマネを全力で2回もしてて、そうたタ君も手で払い、ひびりらかいて、書きねがなくていいなと思いました。えー、ライバルだけど、えー、仲間、 といった翔馬くんの言葉を実感しました。うん。仲いいですよ、フィリア界は。特に男子。特に日本。うん。あの、アメリカ、日本は特に仲いいですね。あの、日本のフィリア界はね、男女とも仲いいかな。うん。特にまあトップ選手たちはもう、あの、やっぱりお互いがやっぱこう個人スポーツってあるんですけど、やっぱこう、仲間がいないと、こう、モチベーションが上がんなかったりするみたいなんですよ。 うん。なんていうのかな。あのー、やっぱりこう、ちょっとこう、一人だと寂しかったりとか。うん。なんか、なんていうのかな。そういうこうね、個人競技で、しかもなんかあの、みんなの前で、一人で演技するわけなんで、まあ、結構やっぱ仲間がいるって結構やっぱ、あの、支心のね、サポートになるんですよ。だからね、日本のフィギュア男子たちはね、特に男子仲いいっすよ。うん。まあ、ところがね、海外だとね、ちょっとまあ、 あるんですよねちょ。ちょっとね、いろいろあるんですよ。うん。だ日本仲いいですよ。うん。日本は本当に仲がいいので。ね、男女とも。うん。バイルーさん、どうもです、えー。地上波のメタリストマイスを見てみ見ましたが、えー、マイちゃん、ファンサービスのすごいこと。マイクボ様を表明したんですかい。バナーを持ってる女性も、キャー言ってました。うん、えー。幸せ空間ですね。お疲れ様でした。 ね。バナー持ってる女性の方は、あの、左の2つくらいのね、あの、先にいた方ですよね。バナーありましたよね。イ久保さんはそう手前ですよね、おそらくね。見ちゃいました、僕は。はい、確認済みですね。うん。舞ちゃんずっとファンサービスしてましたよね。時々、あの、リンクサイドに出て、ね、踊ったりしてましたよね。うん。こん、このまんばんは。坂本選手と舞ちゃん仲いいので、 人揃っってて世界選手権に行かせてあげたい気持ちでいっぱいでぱす、うん、フィギュアスケート、すごく楽しいですがえ、辛いこともあるんですよね,、うん、ね。でも僕、舞ちゃんにはね、ちょっとミラノオリンピック行ってほしい。うん、ミラノオリンピックぜひね。三浦です。エキシミション、そばくん見えました。あ、見,見ました。うん 今回のカムトゥギザーのテカテカのパンツズボンは合ってたのかな間違えて履いてなかったらよかったけど、ちょっと心配でしたよ。うん。それにしてもカムトゥギザーはかっこいいです。アンコールはアイラブユー素敵すぎです。アンコールアイラブユーだったんだ。これ見てないまだ。ふと思ったんですが、カムトゥギザーとアイラブユーを合体させて、 新たに編集し直して、えー、ワールドのショートにしたらどうかと、えー。無理は生じては、でも私は見てみたい。す,すごい、すごいですね。これこの組み合わせね。えー、シュマ君は基本、ショートは激しい曲の方がに合うと思います。うん。で、カムトゥギザーの激しい曲の後に、えー、キラキラの I love you ので、えー、観客の心わしづかみ。ちょっとやってみてほしいなす。すごいですね。カムトゥギザーと何えああ、I love you? ど,どんな感じなんだろうね。 たし、うんまあ、か、しょうまくんはショートは張りしめだったりとか、ゲーム的な曲のは似合うかもしれないですね。もうグレースピー的な感じとかね。うん。こんばんは、みやです。先ほど YouTube にあったから、キシビションをちらっと見ました。うん。宇野しょうま選手、やっぱり来きたきたカムドケザー今日も一段と綺麗いよすぎて、何回もおかわりしょうまバットマン。リピートが止まりませんね。めちゃくちゃハードなナンバーで終わって、ぜいはひろ、 ヘロヘロロン。ショマくんでしたが、アンコールあり。そうこなくちゃクリスマスよ。ワイルド赤黒衣装の月の光も素敵でしたよ。燃える美しい月が長野に現れましたよ。うん。やっぱり、はげしくも美しくも全部素敵また後から見てみよう。クークークーちゃんは何を滑ったかしら宇宙系かしらね。クークークーちゃんね。クークークーちゃんは何で、あクークークーちゃんはなんかね、衣装がね、なんか黄色かったですね。 なんかあの、野球のなんかユニフォームみたいな、なんかなんていうのかな、チア、チア、チアリーダーみたいな感じの服を着てた気がするな。結構ね、クークークーちゃんっぽくなかった、今回。うん。衣装はなんか結構ね、花さん、ねうん。はい。インタビューでもショートのフリーのパンツが略が SNS で話題でしたね。と言われ、キョンガそうなんですかそうなんですよ。 もう今聞いたらしく、そんなことだと思ったわ。うん。滑りに支障なくてよかったと。全く違かんなかったみたいでしたよ。さすが衣装をお任せしたから、あれはあれでよかったかも。終わり良ければすべてよし。えー、金メダルだからいいのよ。うん。最近私は優しくなった気がするわ今日もチキン食べましたかあ、チキンた食べました。違う味のメリークリスマス。うん。あ、メリークリスマスですね。いいですね。あの、あ違う味のチキン。うん。 あの、わ、ちょっと、皆様、最近優しくなった気がすれば、なんかいいですね、なんか。うん。なんか、なんかあれですかね、あの、心変わりかなんかあったのかな。うん。今回はね、あの、ジャッジに関してはね、ン見がなかったんですよね。うん。四大陸選手権は、シャマ君は残念ながら事態だったんですね。うん。やはり靴が壊れたら新しいのを履き慣らし、世界選手権集中よ。無理して怪我したらいけないから、3ヶ月でブラッシュアップを頑張って。 うん、そう。そうね、翔馬くんだから4対6、1体でしたね。うん。あの、世界選手権、昇準を合わせます。でも、4回転サルコウ、投入はあるのかなうん。期待、あの、気にしていきますね。うん。驚き、すごいニュースが、カブトムの三原舞ちゃんラブの前窪様が、三原舞ちゃんがなんと、え、詳しくは本人が言われるかもだから想像してみてください。いいな。チケット、神々神え、すごいプレミアム席になりましたね。 うん。日頃からバグ応援をサンタさんからプレゼントですよ。よかったですね。録画を探さなくては。いや、僕見ちゃいましたよ。おそらく、あの、画面から見て、右側の方ですよね。おそらくね。うん。あの、ン見しちゃいました、僕は。あの、宮様風にあの言いましたけど、うん。えちきさんどうもです。かぶくん、まいちゃんのエキシビション、私も見てみましたよ。きっと、まいくぼ様から詳しい話が聞けると思いますが、今頃大変ですよ。 うん。ねでも、舞ちゃん舞久保様を、地上派はカットされてるなんてひどすぎですね。うん。シュマ君のカムトゲザー以上の衝撃診断なのに。確かにね。まあ確かにというか、まあ、ね地上放送をしなかったのはな、なぜなんでしょうかね。あの、僕、あの、今回、舞ちゃんの人気がすごいなって思っていて、まあ、これ、今シーズンだけじゃないんですけども、あの、やっぱ舞ちゃんが、 呼ばれた瞬間の拍手だったりとすごく多くて、人気がやっぱあるんですよ。一番あるんじゃないかっていうぐらい人気ですね、今ね。うん。あきこさん、どうもです。もねちゃん、よかったね。うん。世界正手でも頑張って。でも健康第一で。うん。ね、でもちゃん、なんか今回の全日本は、あの、表情とか健康、なんかよく動いてましたんで、今、あの健康とかもちょうどよく、あの、なんだろうね、ぜんとかも決めて、 あの、非常にいいコンディションなのかな。うん。ね、あ、ピッコロさんね、まえちゃんね。あ、ま、まえちゃんな、な、あ、そう。どういうこあ、そう <laughs> ね、そう、これなんだこれ顔がね、そうなんですよ。うん。あ、これね、僕あれですよ。感動してうるうるしたんですよ、これ。うん。 一明さん、カムくん、MOI、まだ全部、えー、見えてないんですが、あの見えてないんですか翔馬くんのカムトゲザーはキレッキの悪化の演技で痺れました。そうなんですよ。僕ね、ちょっとね、翔馬くんのカムトゲザーはちょっとだけしかまだ見てなくて。うん。が、他にもなんと、驚きがなんとあく、いくらちゃんがすごいです。うん。すごいぎです。色っぽいを通り越して、踊れる大人の女、踊れる大人の女という感じでした。 うん、今季の競技プロもジュニアとは思え色っぽさがあって大好きなんだけど、エキシビションはさらにキレッキの踊りにびっくり。うん、相当してフリー見れなくて、がっかりしてたけど、吹っ飛んじゃいました。 そして、ソうタくん。ワールド4大陸に選出されなかったから、カズキくんが出られなくて、えーって怒ってたけど、ソうタくんがカズキくんの代わりにメイクしてロック系の音楽に乗せて踊る。メイクはカズキくんにかなわないけど、初メイクよかったよ。シュンシュンもリオくんもかっこいいエキシビションだった。今回男子は黒衣装でハードなプログラム多かったな。うん。 これも諸馬くんの影響かな。全日本終了で、もうすぐ今年も終わりだ。一年早かったな。うん。年末年始は実家でゆっくり来て、ゆっくりしてき、えー、ます。うん。ね。あの、春春ってこれ中村春輔のようなことですね。僕間違えましたね。ずっと佐藤春くんかと思っちゃいましたね。春春って。うん。佐藤春くんは青系の衣装だった気がするな。あ あとね、木下アカデミーのさんのとこのエキシビションはみんななんかセクシー系ですね。なんか、まごちゃんもなんかそんな感じじゃなかったなんか。うん。あ、噂をしてましたら、マイクバーティダさんからですね。かぶくんこんばんは。まだ長野にいます。明日帰宅します。え、全然コメントせずにすいませんでした。え、びんびあ,あ、ホテルか。ホテルに戻るなり、バタンキの状態でした。うん。これはホテ、ルホピタホ… ホスピタルじゃないですか。ホテルですよね。おそらくね。えー、バタン級だったからかな、えー。既にお聞きの通り、今日の駅舎は僕はスーパーアリーナ席で、あのー、最前列。うん。なぜか隣に2席が空いてるんですよと思いつつ、駅舎はスタート。えー、隣に2席は空いたまま。そしていちゃんの出番。 えー、すッと僕の方に向かってくるではありませんかやばいっすね。これ緊張しますね。そしてリンクの端でちょこんと頭を下げ失礼しますと言ってえ、僕の隣の空いている席に座ったんです。うわこれやばい。やばい、ずるそしてスポ, <laughs> スポットライトが当たり、四体育出場の、えー、発表が、紹介がありまして、舞、えーま、ちゃんは元気よくハートマークを作ってお邪魔しましたと言って、リンクに駆け出し、えー、シェイクイットオフの、えー、演技スタート。うん。えー普段 ら、この演技は、リンクと通路の段差に腰掛けをスタートしてスタートするんですが、うん。ですと、これそうですよね。だから、のリンクと通路に段差がなくて、こういう演出になったんでしょうね。うん。ほんのちょっとだけお話しして、しました。四大陸は、舞ちゃんが、舞ちゃん相性がいいからね。日本から応援してるよって、爽やかにあの笑顔でお礼を言ってくれました。うん。なんて幸せな一瞬。来た甲斐がありました。 え、休憩時間に、え、舞ちゃんが座った席に座ってきました。<laughs> やっぱりね、カブ君どうだ羨ましいでしょ羨ましいって言ってちょうだい。ここからは舞ちゃんのフリーの話。舞ちゃんよく頑張って滑り切りました。最後のフライングキャメルからレイバックスピンに入る前から会場はすごい盛り上がりの完成で、えー、すごいものを見ました。うん。普段なら、見ないヤフコメがなんでワールド代表に、を、にしたいんだというコメで溢れてます。 うーん。ねえ、まあ、ねねそう、そうですよ。うん。いや、マイクボさん、でも、これ、宝ですね。本当お宝、お宝、なんだ、お宝思い出、宝思い出ですね。本当ねすごい、こんなことあるんですね。うん。いや、多分、これからは、マイちゃんが出るエキシビションとかには、あのー、なんか、隣に席空ける人多くなりますね。きっと。 ねえ、なんかそう、そういう混沌でなんか、ね、あえて席を開けたりとかする人いそうだな。でも席がね、前の席空いてるってうことも珍しいと思うんで、いや、これは前久保さんなんか引き寄せましたね。うん。すごいお宝話でした、本当と。ふろしにからからさんどうもです。え、かむくんこんばんは。 帰っていきました、5日間。うん、やはり現地は最高。心臓がいくつあっても足りない状態でした。カオ君と竹内春君、二人ともこの数ヶ月で何があったかというくらい少年から大人になってきてびっくりです。女の子たちはみんな可愛い。カブ君の大好きないくらちゃん、アイドルより美少女です。うん、さんまさの森田君が可愛い。歌名ちゃんの方がどう見ても強い。演技が終わっても、歌名ちゃんをエスコートしてる。 ちゃんと額縁に徹する。あれはうままくいけますよ。うん。先が楽しみ。あずしんはあずさちゃんとしんごくんのレベルが高い、最初から違うから、え、しんごくんの方が合わせないと、怪我をしやすくなりますよね。うーん。確かに。あの、西山くんに対してちょっと心配。あずさちゃんは怪我は2回目ですよね。本当に頼みますよ。うーん。僕もちょっとそれ気になったんですよ。正直言うと。うん。 歌さは、あのー、やっぱりモニターさんがね、やっぱこうエスコートと言いますか、ちょっとこう、なんかこう接するね、感じがある、あって、あるけど、歌臣、あずしんはやっぱこれからね、そういったそういったところが気になりますよね。うん。まあ確かにね、あのー、そうですね。うん。うん。歌政のレベルがちょっと高いなって思うんですよね。うん。 空海さんどうもです。今日の三原舞依選手エキシビションの演技が、前窪さんのいる目の前からスタートしたんですかね、えー、これはすごいことですね。アーカイブが出たら、早く視聴したいです。うん、これね、でも動画、地上波放送ないっていうことなんですよね。でも僕はね、FOD で見ちゃいましたよ。もう本当に見えた。うん。あの、お顔はちょっと見れなかったんですけどもね、あのー、そうなんですよ,よ。なんかね、でもね、ほっぺたはね、喜んでる感じですよ。 ほっぺたはね、なんかこう、落ちそうでしたね。うん。はい、うん。川銀さんだもです。えー、庄マ君、サンデーパーかるい世界選手権、いよいよ、えー、構成マックス投入。うん。えー、ステファンと話して、4回転サルコーを練習していって、状況を合わせてやるか、やらないか、えー、決めていこうと、えー、状態が良ければ入れます。ですって。 うん、まずは靴を慎重なさるかな。ビで、私たちも力が一層入ります。え怪我をしないでえ、島君自身が納得できる演技であれば、えそれだけで感動しちゃいますね。うーん。やっぱりこれ、マリニンとか、えー、っとね、やっぱりこう、フランスのアダム・シャオ君だったりとかね、やっぱ強い選手がいますので、それでやっぱり、まあ、サルコーをやっぱ入れていくっていう方針に変えてきてるんでしょうかね。おそらくね。うーん。ねえ、ちょっと、でも、あの、 かおりさんもね、3連覇勝ってますからね。あれ待って。かこうちゃん3連覇勝ってますよね。確か。ね。だから、宇野昌磨とくんとかおりさん結構、あの、共通してるんですよね。うん。